はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。オリ&ザ・ビル・オブ・ザ・ウィスプの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、いろいろ探索をしてで帰ってきた感じですね。でまだ見落としている部分はあると思うんですけども、今回は先に進んでみようかなと思います。また新しい能力が増えたらこうぐるっと回らないといけないと思うんで、今回はちょっと先に行ってみましょう。水源地に垂れ込めていた悪臭は消えた。沈黙の森への道は開いたが用心するんだぞ。あそこにはモキがシュリークと呼んどるやつがいる。鳥居ですよね、きっと。落ちた友達。ネモノノフォラシア。ネモノフォラトゥマクリア。ワゼフォン。下行けるかな。間に合うかな。よし、危ない。宝石、宝石。あ、右上になんかあるな。よいしょ。ちょっと一回戻ろう。
あ、エナージーセルがあるけど。あ、どうやってダメージ覚悟で。あれ、多分なんか違うような気がする。あ、いけたいけたけど、多分なんか取り方が違うような気がするな。回復して、はいです。危ない。あ、ここか。お願いします。これはなん、ああ、そうそうそう、鍵をもらったんだ。わっ、あ、いるよ。シュリークが。翼が足みたいになってるというか、この森は私たちを歓迎していない、ここは今では彼女のものになっている。沈黙の森。あ、もう石になってるんだ。モキもいるけど、でこの上にモキの家があるんだけど、危ない危ない。これ下は、なるほど。難しい。よし、危ない。 OK。 どっちかな。ワーポイント、
光の運び手、お前たちは私の庭では歓迎されない。木々が最も必要としていた時にお前たちは姿を消した。私の庭は死んだも同然。冷たい石、無情な塵、生きながらえている木は一本だけ。そして彼女も無傷ではない。この死にかけた血を猿がいい。そうだ、お前たちがかつてそうしたように、かつてしたように、最後に残った私の娘に癒しをもたらせないなら、娘の毒された枝を持っていけ、光の運び手。自然の癒し手を見つけてくれ。お前たちの過ちを正しておくれ。木々が必要としていた時に、森たちがいなくなったって言ってましたね。昔の話なのかな。木の番人は檻に枯れかけた木を渡した。治療法を知っている者がいるかもしれない。植物について詳しい者、あの種を植えてくれる人ぐらいしか思いつかないけど、あ、ここじゃないかな、家は。あ、そうそうそう、もう石になっ、この木たちは滅びの中に長くとどまりすぎた。森の他の部分と同じように石になってしまった。これどうやって伝えたら、あ、人形か。悪い知らせ悪い知らせか、やっぱり。あで、左にゴーレク鉱石があるけど、無理じゃないかな。あー、無理だな。じゃあまずワープして、この人だ。
いや、あの人も石になっちゃうんじゃないのかな。これ知らせない方が良かったとか、この人知ってないかな。木というより石に近い、この枝がついていた木は望みを絶たれた、そしてこれはすぐに広まる。以前忍び寄る石に、対抗するために花壇の半分を焼いた。炎で追い払ったんだ。花壇を半分焼いて。また悪い知らせだ。新しい噂。トゥリーは以前暮らしていた小屋に、種を一つ残してきたのではないかと恐れている。木の番に、残念なことに枯れた木を救うには手遅れだった。木の番に悪い知らせを伝える。明るい月の光の下、私はここで数えきれないほどの木を世話し成長を見守った。今や夜は暗く、私は守るもののない番人になった。残っているのはこれだけ。私の最後の、そう、最後の木の唯一の種。種、お前は戻り力を貸してくれた。遅すぎたとしてもこれは感謝の印だ。木の種、木の番人、木の最後の種。その鬼の種族たちが木を守らないでいなくなった理由が気になりますよね。あとはまさかお父さんまで死になってるとか。あれ、さっきと違いますよね、これ。
最後の種。俺は木よりも、草花の方が詳しいんだが、こういう種はすごく貴重だってことはわかる。俺たちが生まれるずっと前から存在している古代木の種、種を植えたから木はこの先もずっとここに立ち続ける。これキーが、お前たちが去り、私の木たちはゆっくりと一本ずつ滅びに蝕まれていった、だがお前は戻り見つけた、最後の種のための安全な土、多分まだ希望はある。最後の種は最初の木になるのだろう。古来の光、古代の精霊の光が十分な力を与えてくれます。あらゆる攻撃のダメージが 25% 増加。おお。これでもさ、オリたちが光を吸い取ったから枯れてるとかそういうオチじゃないですよね。なんか光が消えるじゃないですか、木から取ると。それが悪い方に行ってるとか。で今取ってたのが、あれないな。もしかして常に発動してくれる能力とか。モキが家族の元に戻った。一応善行、良い行いって書いてるけど、
あれどうなんだ、これは発動してるのかな、常に。いやー、なんとかしてここの森を復活させて、あのモキの家族を蘇らせてあげないと。なんか俺が殺したような感じになってる。キーストーンがあるな。あ、早く。よし。もう一つ。これ多分そのシュリークの種族かな、もう石になってますね。すぐ食う。あなんかね、翼が足みたいになってる。おお、乗れって言ってる。あ、弓矢の攻撃が使える。なんだこれは。滑空は、あ、一応できるんだ。あー、こっち側から戻れない。うん、はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。